吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。ここは町田市の町田街道さずかの交差点です。道路の区分ができた関係で直進方向が非常にスムーズになりました。しかしこの左方面に行く車が交通標識が分かりにくいということで、この左側が渋滞を起こす時もあります。そしてもう一つ大きな問題が考えられました。この右側方向、町田街道の金森鶴間方向ですが、ここにこの街路樹がありますが、街路樹が非常にこの道路線ギリギリまで伸びております。上の方はこのおそらく道路側に突っ込んでいると思います。道路のアスファルト面、そして速攻用のコンクリート部分にありますが、トラック、このような大きなトラックが通りました分はギリギリになります。この左側車線を車が通ってきた場合などぶつかる可能性が大きいのではないでしょうか。先日バスがこのバックミラーをここに当てたということですが、おそらくもっと先々は大きな事故につながるだろうと思います。非常にこの近くで見てみたいと思います。道路線ギリギリいっぱいに今トラックが走ってますが、これは左、このトラックの左側に通行帯があるためです。こうした現状が大型と大型が並んだ状態の場合は、おそらくこの街路樹にぶち当てるということになるだろうと思います。こうしたことが懸念をされます。この街路樹を単純に言えば取り除くほかないかもしれませんが、そうすると車いっぱいで危ないということで、この車にガード柵が必要になるのではないか、このように考えております。この警察にも話してみたいと思っております。以上です。終わります。大きな車がまたまた入ってきました。終わります。